1968年9月22日の日食は、1968年9月22日に観測された日食である。ソ連と中国で、回帰日食が観測され、ユーラシア大陸中西部及び、周辺の一部で部分日食が観測された。回帰体が通過した回帰日食が見えた地域は、ソ連のセベルナやゼムラ諸島及び、 ネネツ自治管区とヤマロネネツ自治管区の隣接地域からカザフソビエト社会主義共和国までの地域中国の新疆ウイグル自治区だったまた怪奇日食が見えなくても部分日食が見えた地域はカナダ北東部沿岸グリーンランドヨーロッパのほとんどアフリカ北東部アジア中西部だったアップトン社はシュテルンベルク天文研究所に 回帰日食を観測する提案をし、バルハシコ沿岸のシャルイシャガニエ村を目的地と選び、もっと早く目的地に着くために、ソ連鉄道省に手紙を送って、協力を求めた。観測隊はコロナのスペクトルを取り、マットマイナス1000レンズでコロナの写真撮影に協力した学生もいた。観測中気温が変わったため、ヘビも現れた。 これは中華人民共和国建国語国内に見える初の回帰日食である。当時は文化大革命中で1936年と1941年の2回の回帰日食の観測を率いた張玉明などの天文学者が失脚し、中国科学院は当時の地球物理局副局長の張伊佐夫さんなどを含む約200人の観測隊を新京に派遣した。 観測は、毛沢東が資金山天文台を視察した1953年2月の意味を持つ532をコードネームにした。観測隊はまず3日間をかけて列車で新疆の主フルムチに着き自動車に乗り換え、また7点間で高角観測地であるモンゴルキュレ県モンゴルキュレチンと電波観測地であるカシュガル市に到着した。山の洞窟で 重力測定なども言った。動乱を防ぐため、総理、周恩来は中国人民解放軍少将の流にし、行に軍隊を引きさせ、食事と宿泊を観測隊に提供させた。結果、観測隊は、中国発の短式港観測と太陽の高解像度電波観測と、有人航空機での日食観測に成功した。また、上海科学教育映画スタジオは、 リフミヒデなどを現地に派遣し、日食の映像を撮り、科学教育の映画、100倍の豊富で日食を見るを制作ことに成功した。この回帰日食の回帰体は、ソ連と中国2カ国しか通過しなかった。中層対立のため、1958年4月19日の金管日食のような共同観測はなかった。観測から約半年後、 1969年1月23日付の中国共産党機関紙、人民日報はこの会期日食の観測結果を報道し、大きな成果を獲得したと述べ、ソ連を何度も妨害したと非難した。ありがとうございます。